源氏物語年紀行は、元りのリナガによる、源氏物語の年率について考察した、注釈書である。本書は、源氏物語の注釈付き半本である、源氏物語古月章の第一冊である、主観に付載されている一条件、両作、源氏物語書簡年率の部分に辞説を書き入り、無作業を通じて成立したものである。源氏物語の本文に基づいて、 作品中の光源氏と薫の年齢を整理したもので、それまでの旧説の全面改定となったため、これ以前の一条金吉による年率を旧年率と呼ぶのに対して、本書以降の年率を新年率と呼ぶ。形式から見たときには、源氏物語の年率について考察したこれ以前の様々な文書と比べたとき、文章で書かれた箇条書きの部分だけでなく、 改めただしたる、年率の図と称する表形式の部分を含むことを大きな特色としている。本書は内外に、源氏物語年紀孔、清志春安、森長線とあり、元織森長の現在明らかな、清原聖使用の加減は七百六十三年十二月十二日諸者の、サネタ加工百首、道剣行空名書百首、五菓子はバライン、サネタ加工五百首、 サネタカコ4文字代百種であること、また、四文容量には、像のことにおいて年率のこととして、年期孔を見よといった記述が見られることなどから、四文容量の少し前、1763年頃の成立と見られている。本書はその後さらに考察と改定を加えられ、源氏物語玉のお串の第3巻、改めただしたる年率の図となった。ありがとうございます。